2003年の福岡大英ホークスでは、2003年の福岡大英ホークスにおける動向をまとめる。この年の福岡大英ホークスは、大貞治監督の9年目のシーズンであり、2000年以来、3年ぶり15度目のリーグ優勝に輝いたシーズンである。開幕前のオープン戦にて、主力選手の国防勇気が大けがを追い込んき絶望と、なるも、井口忠人、松中信彦。 ジョージ・マケンジ、ペドロ・バルデスの4名が100打点以上を挙げ、チーム打率は2020年現在も日本プロ野球記録である。297をマーク、チーム投塁数もリーグトップの147個を記録するなど、大ハード打線の威力をいかなく発揮。投手陣では前年まで通算9勝止まりであった8年目の斉藤和美が20勝を挙げる大躍進を見せたほか、 ルーキーの和田岳、2年目の杉内俊也の両サーンが2桁勝利を挙げ、和田は新人王を獲得。さらに、新人の荒垣渚が8勝、2年目の寺原隼人が7勝を挙げるなど、先発陣が安定した成績を見せた。2位西部に5.5ゲーム差、最下位オリックスに33ゲーム差をつけて3年ぶりにパリーグ優勝を果たす。日本シリーズでも、 半身を破り、日本一に輝いた。一方で、このシーズンを全球した国母が、シーズンオフに巨人に、無償トレードされることが発表され、物議を醸した。本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。本節では、本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。入団、ありがとうございます。